佐賀県の吉野川遺跡で先月末に見つかったのは、弥生時代後期のものとみられる縦1.7メートル、横3.2メートルの石棺墓です。見つかったのは去年5月から発掘調査を行っているいわゆる謎のエリアです。石棺墓の表面の石には、千穀と呼ばれる多数の記号が刻まれています。 一般的なものよりも大きく見晴らしの良い場所にあることから、王など有力者の墓とみられています。吉野ヶ里遺跡ではこれまで山台国があったとされる弥生時代後期の有力者の墓は見つかっていませんでした。もう僕らの関心の一番まず一つは、あのいわゆる服装品。出てきたらかなり色めきだと思います。金印なんか出てきたらびっくりしますけど。 佐賀県は来月5日にこの石棺墓の入り口を開けおよそ1週間かけて副葬品などを調べる予定です。